ましょうか。宇野選手、3安打、ナイスバッティングでした。ありがとうございます。ちょっと今日の試合振り返って、あ、もうちょっと向こうに行こうということですね。今日の試合振り返って、今の気持ちはどんな気持ちですか？最後です。最後です。出ました、最後です。出ましたね。いやー、こう出しの4本目はね、ちょっとスカルぐらいになってしまいましたけども、見事なバッティングでございました。守備も含めて、古本選手、今日の試合こう振り返ってみるとどんな試合でしたかね？そうですね、序盤の初回のホームラン、まあ、打たれて、そこから、まあ、自分自身あたふたしてて、まあ、守備はなんていうんですか、そこですね、やっぱり、はい、守備は、はい、まあ、キャッチャーがどっしりしないとチームが崩れていくんで、はい、はい、いや、そんなことないと思います。もう打順もどんどん上がってきてまして、クリーンアップ入ってくるようになってくるんじゃないですか、これから。そうです、まあ、クリーンアップ入ったら、しっかり活躍して、アピールしたい。入らなくても、活躍は楽しみにしますからね。あ、はい。立ち合いながらというのはね、大変だと思いますけども、また次の試合も、バッティングを期待しております。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。さあ、そして、最初に押さえていただきました下田投手でございます。ナイスピッチングでした。ありがとうございます。いやー、下田投手、あれちょっと今日いいピッチングされたのに、なんかちょっと浮かない表情ですけど、もしかして何かあったんですか？いえ、本当ですか？なんか話によると、荒垣が結婚したことに落ち込んでるって聞きましたけど。あ、まあ、でも、幸せだな。幸せなら OK。 なんか動画で見たんですけど、壁に頭ガンガンぶつけてましたけど、大丈夫ですか？ちょっとショックすぎて、慣れないなって話して分かった。気がついたらおでこが壁に付け合い。でもそこの気持ちはやっぱりこう試合には持ち込んでないですからね。そうです、はい、切り替えてあそこまでは思ってたもん。太ったんだね。ここ来たらなくなった。なんか最終回任されましたけども、はい、まあ、その気持ちは切り替えた上でマウンド上がって、はい、今日のピッチング振り返るとどうでしたか？今回フォアボールが良かったと、もっときっちりきっちり不安なく終わったり、終わったんですけど、まあ、メンツ今日は抑えられたということで、はい、そこは良かったかな。いや、そんな中でも本当にムードメーカー的存在でね、チームのこうベンチにいても盛り上げていただいてますんで、これからもこの荒垣君のことは引っ張ることなく、ね、チームで盛り上げてくださいね。はい、あ、で、普段だったらファンの皆さんに一言って伺うんですけど、もしあれでしたら星野源さんに一言あれば今言っていただいてもいいですけど。僕の分まで幸せにしまって。星野源さん届いてるといいですね。はい、はい、じゃあ最後にお二人からファンの皆さんに一言ずつメッセージ、いただいてよろしいですか？今日も見てくださってありがとうございます。次も頑張るんで応援お願いします。はい、はい、次も期待しております。ナイスピッチングでした。さあ、そして宇野選手、今日も熱い応援ありがとうございました。次も、はい、熱い応援お願いします。はい、ナイスバッティングでございました。ということで、今日の披露は下田投手と古本選手でした。じゃあ最後に黒さんから MVP 賞を渡していただいて、写真撮影に行きましょうか。はい、おめでとうございます。